会出場歴30周年を迎えた木澤選手ですが、トレーニングに対する姿勢ですね、すごくこう真摯に向き合ってという感じで毎回行われてるんですが、そうなるこのなんか源っていうか、そういう話をぜひ聞かせていただきたいんですが、お願いします。はい、まあ YouTube 始めてもうすぐ2年になるんですけど、始めて多分数ヶ月ぐらいの時にこの話一回したと思うんですけどね、また最近見た方なんかは、見始めた方なんかはね、知らない話だと思うんでね、もう一回この話ね、したいなと思います。前は話しながら僕泣いてしまいましたけどね、また今回も泣くのかな、分かんないですけど今からそうですね、10年ぐらい前か、ある当時僕ブログをやってまして、でそこにねファンメールっていうね、コーナーがあって、まあ時々ファンの方がねメッセージを送ってくれるんですよね。でまあそんなにたくさん来るわけじゃないんで、結構返信したりして、やってたんですけど、まあその中でね、ある日まあ女性なんですけど、現在闘病中ですと。で、まあがんなんですけどね、はい、後々知ったんですけど、でまあ回復しました、うん、で最近その体力が落ちたんで、そのためにトレーニングを始めましたと。でその中でジムで僕の、ことを知って、でまあ僕を、まあ当時 YouTube とかないのでね、あったか分かんないですけどね、まあ全然まだ YouTube で情報がある時代ではないので、まあ僕のブログとかを見る中で、僕のことを知って、でまあ雑誌なんかで見る中で、まあすごいファンになっていただいて、でまあそうやってメッセージをいただいてますね。はい、で本当にトレーニングが今は楽しいし生きがいですというような感じ でまあそんなやり取りする中で、まあ実際にこう、本当に狭い世界なんでね、ボディービルなんて、まあ、いつでも金山のゴールドジム来てもらえればいますんで、っていうところでね、でまあ実際にその方来て、まあ、トレーニング一緒にしたのは、まあ、相当記憶ないですけどね、まあ、トレーニング見に来たりとかする中でこうお会いして、のが最初のきっかけだったんですね。でまあそこからですね、そういうメールのやり取りとかして、で結構うちもね家族ぐるみで、まあ、1人目の娘が生まれてちょっとした頃からな、うん、なんで本当に今から10年ぐらい前なんですけど、でまあ月1ぐらいで、金沢の方なんですけどね、うん、金沢から友達と、友達のビルダーの方たちとね一緒に名古屋のゴールドジムに来て、で、まあ、みんなで一緒に僕とトレーニングしたりで食事したりして、で帰ったりっていうのをしばらく結構やってましたね、うん、でやっぱり時々やっぱり検査するとまあがんなんで治ってからも多分何回か定期的に検査するんですけど、ちょっとやっぱ数値が悪くなったりする時があって、まあそうなるとやっぱりちょっとトレーニングちょっと緩めたりとか、まあ一回お休みしたりとかっていうのもあったんですけどね、結構ね何年かそういう中で付き合いあって、3年4年ぐらいあったのかな、うん、でもう 毎月のように、一人で来ていただく時もあったんですけど、まあ、大体皆さんでそうやってグループで来て車で来て帰る感じだったのかな。でまあバーベキューもねしたりとかしてましたね、みんなで、うん、でそれを方を通じてやっぱ僕金沢の方たちとすごいこう縁ができて、実際に金沢のジムでセミナーやらせていただいたりとかね、うん、もしましたし、トレーニングもさせてもらったりして、でまあそういう流れでしばらくやってた時に、なんかしばらく最近ね連絡ないなって時だったんですね、うん、で連絡がないんで、そろそろ連絡しようかなと思ってて、である日、まあ夜中の仕事をね、朝早いトラック乗ってた頃なんで昔はね、で仕事を終えて、朝
コンビニで休憩しようと思った時にメールが入ってきて、でそのメールを見たら、その方のお姉さんからね、メールがあって、今朝、妹が亡くなりましたと、ね、まあ、僕ちょっとね、もう何が起こったか分かんなくて、もういきなり涙が止まんなくなっちゃって、でまあマジかと思ってね、うん、あんなに元気だったのに急にそんな風になってしまうんだと思って本当に怖いなと思ってが、でまあその日仕事終わって次の日お通夜があるっていうことで、たまたま土曜日だったんだよね、次の日もうすぐ駆けつけますっていうことで、嫁さんと二人で金沢に、車飛ばしていきました、うん、でお通夜の会場行って、行ったらね、びっくりしましたね。もう祭壇の周りが僕の写真だらけなんですよ。で僕とトレーニングした後の写真とかね、あと僕の日本選手権の時の写真とか、まあ、あとバーベキューみんなでやってる時の写真、まあ、とにかくなんかもう僕とのこう思い出の写真をいっぱい飾ってもらってて、でまあお葬式はちょっと出れなかったんでね、通夜だけだったんで、まあ、最後僕ちょっとこうお別れの時にこう実際に姿を見た時にね、このゴールドジムの T シャツ着てたんですよね。でしかも僕のサインが入った、まあ、もうそれ見てねもう泣き崩れましたよね、うん、まあ、ここまで僕に対してねこうなんかファンで応援してくれてたね、しかも他人じゃないですか全然ね、はい、もう本当になんかこうアスリートとしてのこう責任をひしひしと感じましたよね、その時にね。まあ、その方もね本当にもう毎年のように日本選手権応援来てくれてたんですけどね、まあ、なかなか僕こう優勝できずにね、4位とか5位6位ぐらいでねずっと、なんすかね、低迷してた時代で、うん、でなかなかいいとこ見せれなかったんですけどね。でその後はお姉さんが、私がね妹の代わりにこれから応援しますんでっていうことで、そこからお姉さんが会場に、足を運んでいただけるようになって、はい、でまあまあそんでもう何年かするとねやっぱり、まあ、悲しいこともねちょっと思い出になってきてね、今頃どうしてるかなとかね、はい、っていう話もするようになって、でまあ毎年お姉さん大会来る前にメッセージくれるんですね、明日応援行きますんでっていうね。でそれがまあ何年か続いて、そしたらねお姉さんが大会に来ない年があったんですね。であれおかしいなと思って、まあ、その年大会終わって、で多分年末ぐらいだったかな、いつ家に手紙が届いたんです、うん、そしたら、名字がね、書いてあって、まあ名字あの方だと思ってね、で手紙を見たらねそのお母さんからだったんですね。そしたらねなんとそのお姉さんも同じがんで、急に亡くなってしまって、でも私お母さん、あ、お父さんがちょっといない方だったんでお母さんと3人でっていう生活だったみたいなんですけど、で私一人になってしまいましたという手紙をいただいてね、いやもう本当になんかなんすかね、人生って本当に無常だなって思う、もう本当にこれ以上の悲しいことってあんのかなっていうぐらいきつかったですよね、うん。まあ、そういうこともあって、なんかね、やっぱりこう、健康でいられることの、このありがたみっていうのを、僕はもう本当に、ひしひしと感じるようになりましたね。なんで、まあ、トレーニングもね、そこから本当に、まあ、もちろん、手抜いてたわけじゃないんですけど、さらにこう、やっぱり自分を追い込んだりとか、辛いことに立ち向かうってことが、まあ、そのご兄弟のね姉妹かのおかげでね、ますますこうなんですかね、こうこんなにトレーニングできる体がね、健康な体があることって本当に素晴らしいなっていうところで感じるようになってから、やっぱりなおさらこう自分が選手としてのこうモチベーションが上がったし、
こんないくらトレーニングきつくたってね、命を落とすことに比べたらへでもないなっていう気持ちでね、トレーニングをするようになったし、競技に持ち込むようになったし、あとはどんなに自分が、なんかね、調子悪くてもね、大会とかで、絶対にこう諦めないっていう気持ちをね、そうやってファンの方から、なんですかね、いただいたというかっていう僕は経験があるんですよね。まあ嬉しい話ではないですけど、やっぱそうやってやって、全く他人の方がね、こんな一人のただのマッチョに命がけで応援してくれたっていう話なんですよね。まあでその金沢のジムっていうのがね、今はゴールドジムに変わったんですよね。V10 っていうジムだったんですけどね。まあ例えばそのご姉妹はね、そのゴールドジムになったことももちろん知らないですしね。でやっとね、いつだったかな、ね、今年の、冬か、何月に行ったのかな、1月2月3月ぐらいかに、この間セミナーで初めて、金沢のねゴールドジムに行かせていただきました。で当時のそのお通夜でね、一緒だった皆さんもね、久しぶりに再会して、その時の思い出話とかしながらね、はい、やっとまたこの、金沢のね、V10 に帰ってこれたなっていう気持ちでね、楽しくセミナーさせていただきました。でまた今年はね、たまたま石川県のゲストポーズ呼ばれていますんで、7月の、24だったかな、日曜日ね、安井ゆりちゃんと一緒にゲストポーズしますけども、まあ、こうやってまた石川県に、金沢にね、僕の非常にこう思い出の場所でもある金沢にこうやってまたゲストポーズで今年戻れるというのは非常に楽しみでもあります。はい、金沢でね、ぜひ皆さんね、足を運んでいただいて、お会いしたいなと思いますんでね、まあ、ゲストの宣伝でもありますけど、まあ、そういう本当に思い出の話ですね。はい、まあ、なかなか普通の選手だと経験したことがないような経験をねさせていただいて、本当に幸せだなっていうと失礼ですけど、まあ、いい経験させていただきたっていう思い出ですね。